ちは、なおです。今ね、千葉県の房総から富津市の方に来て、小切山ロープウェイを使って登ります。鋸山マウンテン in 千葉 prefecture. In this here is 鋸山 top, mountain top in here. I will share this nice view. Really nice.So beautiful. The sea is connect. The sea connect all over the world. なんかこれはラブレターしか受け付けないポストだそうです。ポスト、ラブレター、ポスト、sending ラブレター。これ本当に届くのかな。はい、不思議なポストがあります。そしてここからの景色もご紹介。わあ、すごい。Very nice. It's fine today. とても天気がいいし、景色が素晴らしいです。最高。こんにちは、なおです。今は金谷富津のザフィッシュというあの場所があるんですけれども、そこでですね、そこのテラス席にいます。でこの海をね、一望できるので、ちょっとこの海とともに音声を撮っておきたいと思います。ただ座って海のこの景色を見て、この音を聞いて、ホットコーヒーを飲んでるだけですごく幸せな気持ちになれました。なんか、なんだろう、海を見てると大丈夫だよって、全部大丈夫だからって、そんななんか気持ちにさせてくれる感覚がありますね。不思議なんですけど、いつも仕事のこととか、いつもああしてこうしてどうのこうのって頭の中がガチャ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 忙しいので忙しいし、皆さんも忙しいと思うので、なんかこういう時間をいかに大事にするかみたいなところをがすごく考えさせられましたし、なんかまあ引き寄せの法則というか、自分の未来を作りたいって思った時に、作っていきたいって思った時に、なんか自分で何か全部やろうとしてしまうっていうところがあると思うんですけど、全然そんな必要なくて、自分自身も準備することっていうのはあると思うんですけれども、ちゃんとね、糸を放ったらこの宇宙がね、やってくれるというか、動いてくれるって、そういう安心感をね、この海を眺めながらとっても感じることができました。本当にね、感謝でいっぱいの気持ちです。あの、なんていうのかな、まあ、房総、そして、金谷の方に来て、富津の方に来て、まあ、鋸山っていう山も登ったんですけど、そうだね、こっち側に鋸山ありますけれども、
そうですね、登ったけれども、そう、登って景色を見て、あと地魚のお魚、地魚のお魚ってそのまま、地魚のお寿司、お寿司とかお刺身とかいただいたんですけど、この海にいたんだよねっていうことを感じながら、お魚のね、その命をね、堪能させてもらいました。やっぱり自分のそういうお魚のね、命をいただいて生きてるっていうこの自覚がね、さらにさらに深くね、芽生えましたね。はい、ということで、とっても良き旅になりました。千葉のここ金谷富津、とってもおすすめです。